さあ始まりました。本日もジャスミーのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、2月20日午前8時10分 YouTube 録画しております。本日の仮想通貨市場なんですけども、非常に今日は安定しているような状況です。ほとんど動きがないような状況、それからまあ XRP などはしっかり上がっているというような状況なので、まあ、ちょっとですね、今日はお休みムード強いんじゃないかなとちょっと個人的に思います。まあ、それからビットコインなども、まあ、460万円ぐらいなんですが、まあ、この辺で値段がね、しっかり保たれているというのは、私は悪くないかなっていうふうに判断しています。悪くないというのは、この最悪の違いの中ですね、必死に頑張ってるんじゃないかなというような表現でありまして、まだまだ予断は許さないというふうには感じております。はい、こちらビットコインの冷やしになりますけども、昨日夜ですね、22時ぐらいにちょっと安値をつけました。457万円ぐらいまで下がったんですけども、そこから戻して今461万5千円ぐらいで推移してます。ちょっとイーサですね、こちらも冷やし見ていきます。こちらちょっと今日下落になっておりまして、1.3% の下落。日本円でだいたい31万6千円ぐらいですかね。はい、こちらの方もちょっと安くなった場面が22時ぐらいですね。こちらが31万1900円ぐらいまで下がりましたが、今31万6400円まで戻してきています。ビットコイン、イーサー、それぞれ同じような動きしてますね。それからちょっとリップルも見ていきたいと思います。こちらが動き始めてで、皆様のこう支持が高いですからね、こちらリップルは 4.0%。プラスになっております。急に上がり始めまして、まあ、ステラとかもね、マイナスだったんですけども、相関性高いですから、こちらのおかげでプラスになっています。ステラの目は今 23.4 円ということで、だいぶ値段はね、ずいぶん水をあけられたような感じもありますけども、リップルが今95円ぐらいですね。はい、こちらこのようにですね、冷やしチャート、動きが全然違いますよね。かなり上がりまして、こちら1時98円まで夜中の1時半ぐらいですかね、上がりました。そこからちょっと押してですね、今94円ぐらい、95円ぐらいで推移しているというような状況です。非常に最近の XRP いいですね。動きがいいと思います。まあ、ただ SEC の問題がね、まだまだ解決されたわけじゃありませんので、そこは油断はしないようにしていただけたらなと思っております。はい、こちらがジャスミーの本日の動きになります。今日ですね、2.78%。下落になりました。 4.2% の下落ですね。ランキングが今351位ということで、なかなかこう200位に戻れるかというところですよね。今ちょっと厳しい展開ですね。こちらも冷やしから見ていきたいと思います。3円からちょっと下がり始めてしまいまして、今ちょっと安値で揉み合いしているような状況なんですけども、ちょっと右側見ていただけると向きがちょっと上に向かってきてますね。これイーサとかとちょっと同じような、 XRP などと同じような動きになってきたのかなというところなんで、ちょっと下げ幅ね、今日は縮小できるかもしれません。まあ、ちょっとね、2.9 あたりまで戻せるかなというふうに考えておりますので、どれだけ今日は下げ幅を縮小して明日に向かっていけるかっていうのが今日のジャスミーなんじゃないかなと思います。ちょっと明日はですね、さすがに株式などもまた下がって始まると思います。ただロシア、ウクライナの問題、この辺がどうなるかによって、まあ、下げ幅を縮めたりプラスに転換するようなこともあり得るかなと思いますが、ただし、相場の違いは悪いです。非常に最悪だと思っていただければ、状況的には苦しいんですけどね。本当に状況が悪い中ですね、ジャスミーがだんだん値段を崩してしまった、この今年に入ってからの動きですね。ちょっとしっかり見ていきます。まあ、ちょっとね、この心配なのがやっぱり出来高の増加ですね。売り物がどんどん出てきてしまって、今本当に投げが投げを呼んでいるという感じで、非常に値段が危ない状況ですね。まあ、皆様の中でもちょっと1円台を覚悟するような形の方も、私の周りも結構増えてきましたので、まあ、ちょっと本当に油断はできないですし、このままウクライナ、それから金融ですね、アメリカの政策、まあ、金融の正常化というものを本当にね、強行していくんであれば、ちょっと1円台という 1.9 円あたりとか 1.8 円ぐらいというのは、ちょっと1回はね、通過するんじゃないかなと思いますので、非常に残念な形になるかもしれませんね。まあどうなっていくかわからないんですけども、売り圧も結構強いですし、まあ
売りをね、やっぱりこう誘発させるような出来事が結構最近見てると多いかな。1週間のちょっとチャートを見ていきます。こちら4.2円ぐらいからずるずる下がり始めまして、なかなか上がっていけないという形で、やっぱりちょっと三尊みたいに見えるというのもね、嫌な形なんじゃないかなと思いますので、ちょっと売りが加速したような状況かなっていう感じですね。非常に厳しいです。最後に冷やしになりますが、ちょっと最後に整理していきましょう。価格の方ですけども、今2点、そうですね、6円ぐらいの方に向かうんじゃないかなってちょっと個人的には思っています。2.9に向かうんだけども、突破できずに、ちょっと切り返して下の方に来る形になるかなと思っています。特に夜にかけて下の方に来るような状況が一番確率が高いんじゃないかなと思います。そこを外してもらって3円の方に向かっていってほしいなと思います。確率的には、まあ、下が7かなっていうふうに考えます。先ほど言ったように2.65あたりですかね。こちらに近づく方を7割ぐらいの確率で見ています。特に9時以降ですね。まあ、株式の状況が気になる頃にちょっと下がってくるイメージを持っています。まあ、次の日の相場が、まあ、朝9時から日本の株がスタートするわけですけども、一応市場的には日本が一番早いですから、まあ、この辺に向かって、まあ、午前9時ですね。この辺に向かってだん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 下がってくるようなイメージ持っています。まあ、今の状況が変わらなければですね、ロシア、ウクライナが停戦するとかね、ちょっと状況が急回復すれば、まあ値段は多分急騰すると思うんですね。一時期的にはです。ただ、問題、本丸はロシアじゃないですからね。アメリカの方が、これから FOMC なので、また金融をいじってきますので、そこをね、一番マーケット多分嫌気すると思いますので、状況はその辺が、今後ね、さらに追い打ちをかけてくるような状況も、設定しておかなければいけませんので、まあ、状況は悪くなる一方ですね。今のところは短期的にはそんな感じを想定しています。まあ、ただし株式とか仮想通貨も言えることは、まあ、上がるか下がるかしかなくて、その後ですね、どっちになるか、まあ、特に仮想通貨の方は、まだまだ新しい商品ですから、まあ、上に行くか下に行くかしかないんだけども、どっちに行くかってわからないと私は考えています。ただし、そこを分析することによって、先ほど言ったように下に行く確率がちょっと高いのかなとか、上に行く確率が高いのかなっていうのを読み解いて、まあ、自分なりに、私たちなりにですけども、そこを当てはめていくっていうのが相場の今できることなんじゃないかなと思います。本当に分かると思った瞬間に、ちょっと危険だと私は考えてます。ですので、ジャスミーも今2.7円なんですけども、はっきり言ったらね、わからないですよね。どっちに行くかっていうのは誰もわからないので。ただ、さっき言ったように状況を分析していくと、やっぱりちょっと下目線の確率が高いかなっていうような想定を、まあ、短期的に長期的にしていって、その中で投資をしていくっていうのが私の投資スタイルなんで、状況的にはそんな感じですね。まあ、ですので、下に行く形を強く想定して、まあ、逆に上がっていけるとしたらどこまで行くのかなということを考えると、まあ、ちょっと2.9あたりが、まあ一つポイント、2.95あたりかもしれませんが、この辺を一応目処に考えています。で、こっちの確率が残りの、まあ3割ぐらいかなと思いますけども、あとは、まあ横に動くっていうのもあるので、まあ下が7の上が2で、動かないが1かな。まあ1.5、1.5ぐらいかもしれないですね。やっぱり下がかなり優勢だと思ってます。というところで、今は状況的には非常に厳しいというところです。まあ、ちょっとジャスミーだけがね、厳しく感じるかもしれませんが、今どれも厳しいということで、まあ、ちょっとその中で上がったり下がったり、まあ、リプルのように上がっているものもあるんですけども、まあ、リアルな相場感で言えば、今全部厳しいです。で、アメリカの方の問題がやっぱり、より先ほど言ったような感じで言うと、7がアメリカで、ロシア、ウクライナの地政学的リスク。3割ぐらいかなというところで。まあ、オミクロンもありますけどね。オミクロンはだいぶなんか織り込んできたようなところもあるので、まあ、少し、まあ、それもあるんだけどもっていう感じぐらいかもしれません。特に今、ロシア、ウクライナが表面化してますので、ここをちょっと3割ぐらいで相場に影響を与えるということで、まあ、下げる要因ですね。下げる要因としてここが今あると。それから7割はアメリカの方の金融の操作ですね。これが7割ぐらい占めてるんじゃないかなって、私はそういうふうに考えてます。まあ、いろんな方がいるのでね、まあ、ロシア、ウクライナの方がやばいんじゃないかなって思えば、そういう形の投資でも、まあ、間違ってはいないと思いますので、
まあ、その割合はそれぞれ違うと思いますので、私はまあ、それぐらいに考えているというような状況ですね。ですので、ちょっと長期化、皆様より少し長期化、それから、より慎重に考えているということですね。まあ、ロシア、ウクライナだけでしたら、そこが解決すればね、逆に買い増さなきゃいけないとかね、煽りっていうことはないかもしれませんけども、どんどん買っていこうぜっていうメッセージになっちゃうんじゃないかなと思うんですが、いやいやいや、それはね、まず本丸があるよっていうのはちょっとね、思っているので、まあ本当に今年は私は慎重になっていきたいなっていうところですね。まあ、ですので、ジャスミーのホルダーの皆さん、本当に恐縮なんですけども、今年結構きついと思いますよ。まあ、それから他のね、まあ、シンボルとか持っている方も多いと思いますし、まあ、エヴァードームとかね、まあ、この仮想空間系のものを持っている方もいらっしゃると思うんですけども、全般的に厳しい中ですね、その中でエヴァードームのような、まあ、そういう下げにもあんまり影響を受けないような、本当にお宝みたいなものも出てくると思います。いろんなものがあるんですけども、全体的に言えることは、厳しい状況は、これからますますね、皆様の前に出てくる可能性ありますので、本当に身を引き締めて、投資諦めないで頑張ってほしいなと思います。はい、ということで、エヴァードーム、それから今回は、今日はですね、エヴァードームとパレットトークですね、それからジャスミーという形でチャート分析しておりますので、それぞれ仮想通貨ね、皆様持っているもの、それから持ってないものあるかもしれませんが、それぞれちょっと動画見てみてください。もしよろしければ、ぜひチャンネル登録などしていただいて、ぜひ負けないようにこれから一緒に頑張っていきましょう。特にエヴァードームは、相関性が株式とか仮想通貨に対してちょっと割合が低めですので、そこもしっかり見てですね、まあ、今どんな状況が仮想空間の仮想通貨で起きているのか、そこもちょっと把握していただいて、まあ、今後の投資に生かしていただければと思います。で、ジャスミンに関しましても、まあ、ちょっとそういう分野にもね、手を広げていくような形で、これから運営側とか、それから私たちがですね、メタバースとしてジャスミンが認知されるようなこともあるかもしれませんので、先々どうなるか本当わからないので、まあ、若干そこにもね、踏み込んでいけば、もしかしたらジャスミンってメタバース関連だよねってなれば、見直しがいがたくさん入ってくると思います。ちょっとそこが、本当起死回生の V 字回復できるんであれば、そこがやっぱり絡んでくると思いますので、ちょっと今後のジャスミンにも期待していってみたいなと思います。まあ、ただし本当に値段の方はね、どうなるかわからないので、そこは先ほど言ったような内容で、取り組んでいきたいと思っております。まあ、今年は本当に厳しいんじゃないかなとね、そうは思っておりますので、くれぐれも負けないように皆さんしっかり準備はしておきましょう。ということで、今回のジャスミンのチャート分析、最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。